ビルヘルム・フィルヒナー。ビルヘルム・フィルヒナーは、ドイツの探検家。ユーラシア内陸部を呼び、南極を探検した。ミュンヘンで育ち、15歳で、バイエルン王国陸軍に入隊した。21歳で、ロシア帝国への探検旅行に参加した。これをきっかけに、2年後の1900年より独力で、ロシアへの探検旅行に出発し、コーカサス山脈やキルギスタンなど、 ユーラシア奥地の秘境を旅した。この時、キルギスタンの押しを出て、ワハーン回廊を経て、新領のタシュクルガンへ至るまでのパミール高原、横断を成功させた。この探検でフィルヒナーの名は、バイエルンでよく知られるようになった。1903年から1905年には、チベットへの探検隊の指揮を任されている。チベット探検からドイツへ戻ってきたフィルヒナーは、 当時海岸線の形も内陸の様子も未知であった南極大陸へ探検隊を送ることを考えた。1908年には予行演習としてスピッツベルゲンへの探検を行い、1910年3月にベルリンで具体的な南極探検計画を発表した。この探検はドイツにとってはエイリッヒ・フォン・ドリガルスキーによる ガウス号探検に続く2回目の南極探検であり、南極を横断して、この陸地が果たして一つの大陸である海か中かを探るというのが主な目的であった。資金はあっという間に集まり、探検用の船ドイッチュランタ号を買うことができた。1911年5月4日、ドイッチュランタ号はブレーマーハーフェンを出港して南極に向かった。探検隊は ウェッデル海に入り、その80年前に、ウェッデル海を航海したジェームズ・ウェッデルよりも、南欧へと進んで、南極大陸へと接近した。彼らは、コーツランドの西端部分の海岸を発見し、バイエルン摂政、ルイトポルト・フォン・バイエルンにちなんで、ルイトポルド・コーストと名付けた。さらにルイトポルド・コーストから、西のウェッデル海が巨大な棚氷に覆われているのを、発見した。 この棚氷を、フィルヒナーは、ドイツ皇帝ビルヘルム2世にちなんで、カイザー・ビルヘルム棚氷と名付けた。後に、ビルヘルム2世は、フィルヒナーの探検を評価して、フィルヒナー自身の名をつけるよう進めたため、現在では、フィルヒナー棚氷と呼ばれており、ウェッデル海南部を覆うフィルヒナーロンネ棚氷の一部とされている。彼らは、棚氷の上に越冬用の基地を作ったが、 棚氷の崩落により基地は失われた。1912年3月には、ドイッチュラント号も流氷に閉ざされ、探検隊は、船内で越冬することになった。ドイッチュラント号は、結局、12月まで氷から出ることができないまま、ウェッデル海を漂流した。漂流中の6月には、1823年に、アメリカのアザラシ領船の船長ベンジャミン・モレルが、 発見報告した、ニューサウスグリーンランドの位置に接近したため、フィルヒナーは、その再発見をしようとしたが、陸地らしきものは見つからず、モレルは陸地でなくおそらく新気楼を見たのだと、結論付けた。ドイッチラント号は、氷から脱出し、サウスジョージア島に戻ることに成功したが、南極横断という目的は果たされないまま終わった。フィルヒナーは再び、 アジア内陸部の探検へと戻り、ネパールやチベットへ多数の探検旅行に出ている。1926年から1928年は、自費での大御子周辺探検に出、1934年から1937年に、かけては、ドイツ政府による、チベット探検を指揮し、戻ると、ドイツ芸術科学国家賞を受賞している。 1939年からは、ネパール探検に出たが、第二次世界大戦が本格化した1940年から、戦後の1946年まで敵国人として、インドの収容所に抑留された。戦後は、マハーラーシュトラ州のプーナに住み、後に、ヨーロッパに戻って、スイスのチューリッヒで没した。ありがとうございます。